はい、こんばんは。こんばんは。はい、カモンマテリアル。はい、マテリアルの坂部五郎です。カムイの日浦です。よろしくお願いします。はい。ということでですね、はい、実は私昨日から、はい、この収録日のね、はい、前の日から、はい、実は大学で、はい、講義をさせていただくことになりまして、はいはい、摂南大学という寝屋川にある大学なんですけど、はい、そこ の理工学部建築学科で、はい、情報メディアデザインっていう、クラスを担当させている、まあ、半年間半期なんですけどね、はい、後期だけなんですけど、はい、週1とかですか。週1で、はい、学生さんにですね、はい、1年生対象のやつなんですけど、やらせてもらうことになりまして昨日行ってきたんですけど、はいはい、いやでもなんか今時の大学事情をなんかもう目の当たりにした感じですね。もうやっぱり対面授業ができないんで、はいはいはい、中学生とか高校生とか小学生とかみんなねもう学校始まって、そうですね、学校行ってるんですけども、大学生は、はい、より広範囲なところから来ているし、ああそっかそっか、そうなんですよ、広いから、ね、そうなんです、来るのが広範囲で、かつ、はいはい、まあ言ったら密とは言わないけど、うん、同じ部屋に、まあ、1時間半ぐらいの講義があってっていう話になったりするんで、はいはい、やっぱりちょっと危険だというか、まあ、いろんなそのリスクがあるのでということで、ほとんどが基本、まあ、未だになんですけど、実は未だにほとんどのクラスが講義が、うん、リモートなんですよ。リモートなんですよ。それはもう皆さん今各自その環境があるかもしれないですけど、うん、はい、そうです、まあ、大体家でやってるってことですよね。そうです、まあ、家なんかどっか そういうとこ借りてやってるのかわかんないですけど、でね、まあ、大学によって使うツールは違うと思うんですけど、うん、Zoom 使ってたり Teams 使ってたりいろいろあると思うんですけど、はいはい、その大体向こうというのはその生徒さん側は、はい、学生さん側は、画面切ってるんで、どんな状況で聞いた反応かも全く分からないし、ああそうかそうか、そうそう、講義は一方的にやってるやつ、そうそう、ほぼ一方的、まあ、本当は双方向でできるんですけど、はい、まあ、もちろんその質問とかがあったら今言ってねとかつって音声だけとかで入ってくる可能性はあるんですけど、でだから大学の先生にね、はい、聞いてみたらどんな感じですかって聞いてみたら、やっぱね顔が見えないから、あ、うん、本当に聞いてくれてるのかどうかも手応えがないって、分かんないで、たまに聞いてるって言ったらほら手上げるボタンとかあるじゃないですか、あるんですよ、そうそう、はい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 、手上げるボタンピッてなんか押してるやつが3分の1ぐらいしかいなかったりとか、3分の2は寝てるのかなとかこいつら聞いてないなみたいなことがあったりするらしいですけどね。でそんな中で、まあ、僕が担当させていただくクラスに関しては、はい、まあ、対面授業、はい、その情報処理室って言ってパソコンルームなんですけどね、うん、そこに入ってるソフトを使って実習するクラス、内容が含まれるんで、はいはい、まあ、出てきてもらって皆さんで受けていただくということで、まあ、昨日46人ぐらいの方来ていただいてやらせてもらったんですけどね、はいはいはい、まあなんでしょうね、やっぱなかなかその会えてないから、はい、友達も今できてなくて、はあはあはあ、なんかもしかしてそれは初めましての人も結構、いやもうかなりいると思います、おるんですよね、はい、そうそうそう、うん、だからなんかねそのいろいろその質問というかしても、はいはいはい、帰ってくるのがやっぱなんか友達作りがなんかメインみたいな感覚があるんですよね。はいはいはい、案外女の子はしっかりしてて、女の子目的意識があって、うん、目標をしっかり持ってるみたいな、しっかりしたこと書いてあるんですけど、はい、男の子が割とまあまあ、友達作りたい、僕のことをもっとしてほしいみたいなこと書いてるやつが多かったかな。まあまあこれからどうなっていくか分かんないですけど、まあ、若い人たちにね、まあ、映像編集、まあ、撮影から編集して、うん、まあ、一つの V を作るところまでできるようになってもらうようなことをやっていくので、うん、まあどんなクラスになっていくのか僕も楽しみではあるんですけど、はいはいはい、なんか若い人のプラスになってくれたらいいなと思って、うん、それは最終的にその例えば、はい、まあ、講義何回か、まあ、半年間やって、はい、最後何か作るとか、そんな、そうですそうです、クラスの中でも実習で実際に映像の編集とかやってますけど、で最終的にプレゼンやってもらいます。作ったもの、そうそうそう、まあ、例えば30秒ぐらいの V を作って、はい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 、でこれについて先にプレゼンをやって、はい、じゃあ見てください、ああなるほどね、はいはい、でみんなで、まあ、僕の理想は分かんないですけど、どうなるか分かんないですけど、僕がやろうと思ってるのは最後にみんなでそれ点数つけるんですよ、あここが良かった良くなかった、はいはい、だ点数つけて、で一番点数良かったやつが、は
あの今年のアワードを取りましたみたいな、ちょっとアカデミーチックになんかやってみたりとか、遊んでみようかなと思ってますけど、はい。はあはあはあ、まあ、そういう授業があるんですもんね。うん、まああの、多分ね、全国の大学でこういう授業をやるの自体が、摂南大学初めてみたいですね。あ、そうなんですか。うん、どこにもないみたいです。はい、ないもの、あれですね、難しいですね。そうなんですよ。切り開いていくのはね。そうなんですよ。まあ、あの、理工学部、建築学科っていうところではされてないだろうということなんで、まあ他のね、そう、当然映像を前提したところとかでは当然専門的にやってはるんですけど、まあ、ましてやその僕なんか半年間ですからね、たった15回の講義でやることなんで、そんな深いことはできないのは確かなんですけど、15回、そうなんです、15回しかないです、15コマしかない。ほんはあはあはあ、え、ならもう、毎週ではないっていうことですか。まあ、一応ほぼ毎週あるんですけど、なんか学校行事が入ったりとかして習得とか、そういうのもあります。はい、で1月の半ばで終わりますね。昨日から始まって1月の半ばで終わります。あ、15回やったらね、結構1回1回ね、濃いやつを、濃いやつなんですけど、まあでもね、あの作り方だけ覚えても絵も作れないじゃないですか。そうですね、実際やってみないとね。だから作るための考え方っていうか、そう、指針になるような考え方をまず覚えてもらわないといけないんで、僕の場合はそこからやってるんですけどね。5W1H から教えてますから。もうビジネスの基本中の基本ですけど、でもやっぱ昨日ね、あのこのクラスの46人の中に 5W1H 知ってる人って言ったら1人しかいなかった。1人しかいなかった。1人いましたか。1人はいました。ほんまに知ってたのかどうかわかんない。手を挙げてます。まあ、でも準備とか結構大変なんちゃいます。だからあのパワポでいろいろね、あの作って、はい、それを展開しながらやってみたりとか、まあ、ほんまにだから毎回プレゼンやるようなもんですね。はいはいはい、はい。まあ、来週はちょっとね、あの大きな木になりたいよ、はい、まあ、言ったらあれもどういう狙いで作ったのか、どういう人たちに見てもらうためにどうやったのかっていうのがものすごく分かりやすいやつなんで、あれを一つの、まあ、あのケーススタディとして見てもらおうというふうに思っておりますけど。ってことは画面上に僕も出るって。あ、出ますね、はい、大写しで出ますね。かなりでかいですね。はい、あゆすさんも出てますね。ほんまですね、あゆすさんも出てますね、ね、はいはい、ありがたいことです、はい。そんな感じでしたけどね。まあまあ、その新しいことをされたということ、あの僕もちょっと新しいことをしてて、まあ、配信なんですけど、まあ、YouTube はまあ今ね、もう結構手軽にできるんですけど、はいはいはい、で音声配信も結構手軽なんですよ。音声配信、まあまあ、もちろんそのラジオとかがあるんですけども、あの僕アプリの、ヒマラヤっていうアプリがあって、でそれをまあ取り込んで、で、まあ、もちろん聞くのは全部タダですし、で自分で発信するのもできるの。できるんです。それで、まあ、多分そ、まあ、まだまだ、メジャーじゃないんであるんですけども、まあ、言うと、まあ、何年か後に、まあ、音声配信っていうのが、まあ、バズってくるみたいなことを最近言ってて、まだちょっと早いかなみたいなこと言ってるんですけど、まあ、ちょっとその準備をしていこうかなと。まあ、ちょっと自分でというか、書いてるブログのネタでちょっと配信していこうかなと思って、はい、音声で。そうですね、ブログ記事を書いてるん で、でそれについての、まあ、ちょっとあの解説みたいな感じで。ああ、なるほどなるほどなるほど。10分間なんですよ、無料でできるのは10分間。なるほどなるほど。10分間で配信するっていう感じ。へえ、面白そう。ちょっと試してやってるんですけど、うん、結構その10分っていうのが長そうで短い時もありますし、でも短いなと思ったらすっげえ長い時もありますし、わかります、わかります。話すね、ネタによるんですけども、もう気づいたら、まあれまだ5分とかってありますし、気づいたらもう8分過ぎてたり、もう終わってしまうとか、そんなのが結構あるんですけど、結構そのなんか音声を聞くっていうのが最近あんまりなかったので、その車とか乗ってる時はね、そのラジオすごいずっとラジオ聞いてたりしてたんですけども、やっぱなんかいいなっていうか、その音声聞くのもいいなっていうのがやっぱり改めてこう思ったっていうかね。うん、いやだって僕も中学校の時とかかなりラジオ聞いてましたけどね。あのオールナイトニッポンとか聞かなかったんですけど、はいはい、僕どっちかというとヤンタンの方を聞いてました。はいはい、オールナイトニッポンでありましたね。あ、そうなんですよね。だから
ヤンタン月曜日で単月って言いながら、さんまちゃんの話聞いてたりとか。学生の時、まあね、中高高校生ぐらい、僕ね中学生ぐらいですね。高校生になったらもう、まあでも聞いてないことはなかったですけど、うんうん、あとあの浜村淳のサタデーバチョンとか聞いてました僕田舎やったんで、うんうん、まあ、ラジオあったんですけど、うん、その、なんかアンテナ立てると入った、はいはいはい、入るチャンネルってあるじゃないですか、うんうん、自分で屋根登って、はい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 、なんか親に分からんようにであれ何やったかな、ラジオなんか短波、うん、ラジオ短波を、ね、それをなんか入るようにして、はいはいはい、でなんか、くじ引きかなんかで、うん、福引きかなんかで当たったラジオがあったんですよ、うん、でそれにつなげて、うん、でも聞いてましたね。すげえな、はい、でそこが多分あんまり僕らは知らなかったんですけど、うん、でそこのなんか投稿サイトじゃないですけど、はい、なんかこうドジをした話みたいなのをずっと募集してはって、はいはいはい、それをまあ、まあ言うとまあ嘘ネタですけど、はい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 、でずっと送ってたんですよ、うん、ある時読まれたんですよ。お嬉しい。5,000円もらいました。おあれ、ね、素晴らしいと思う。意外とお金入るんですよね、はい、いやだから有名な放送作家さんとか実は学生時代とかに、はい、そういうのに検証というか、うん、そういうネタの検証とかにすんごい応募していって、はいはいはい、でほらなんていうの、リスナーで超有名なリスナーって出てくるんですよ、はい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 、でそれがそのまんま放送作家になっちゃうっていう。へえ、ああそういうところで、まあ、練習というか。だってあれですよ、AKB のプロデューサー、はい、秋元康さんは、はい、そこから行ってますよ。うん、そこからはい、テレビ局に呼ばれて、うーん、だから学生のうちからもう放送作家やってたんですよ。ほほほほほほ、そうか、そういうあれもある、つながりもあるんですね。そう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 。だから意外とほら例えば今やったらね、踊るさんま御殿、はいはいはい、あれ一本当たった3万もらえるんですよ。ほう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 、一本3万、ネタが、ネタが、はあはあ、だから何、最悪なことを言う 男のセリフとかなんかあるじゃないですか、お題が。そのお題に合わせてなんかこうやるわけでしょ、はいはい、あれ一本3万ですよ。まあでもね、そういうところやっぱすげえ考えますもんね、やっぱりね、うん、で結構ね、それをね取っていくやつがいるから、はいはい、で番組側もそういう人にアプローチかけて、あ、そうかそうか、お前ちょっとおもろいネタないかって企画ちょっと出せよみたいな、うん、声かけてみて、じゃあ出てきますもんね、そこからプロになっていくなりますもんね、それね、うん、でもね、考えるその力があれば、うん、で今結構その、ほら NSC とかで、うん、まあ言ったら芸人さんを目指していったんやけど、はいはい、その芸人としてはうまくならへんかったんやけど、はい、その他の芸人さんの本を書いて、あーー作家になっている人とかがいるんですよ。でまたそういう人が番組の企画出したりとかして、放送作家になっていくみたいな、そういうパターンもだいぶあるみたいですね。うん、あでも面白いですね。それをそう聞いたら。うん、まあだからあれじゃないですか、その音声配信、はいはいはい、うん、僕もね来るんちゃうかなと思いますし、ラジオにねだんだんね人が流れてるんですよ今実は。うん、意外となんかこう聞きながらこうなんかいろいろできるじゃないですか、だからそういうね、だから昔だからなんか何やろ、ほんまやったらあかんのにと思いながら、うん、参考書を解きながらラジオ聞いてるみたいなね、うん、そうそうそう、南の陽子の何のこれ式とか聞いてたわけですよ。どうしてもね、映像だったら見てしまいますもんね。そう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 、手止まるんですけどね、ラジオは手止まらないですもんね。うん、うん、はいはいはい、まあ、ちょっと気になったらんってなるけど、そうですね、うんうん、まあでも基本なんか作業しながらできますからね。はい、まあちょっとその音声配信をちょっと頑張って配信していこうかなと思ってる感じですね。なるほど、うん、いやまた楽しみが増えますね。そうですね、うん、いやでもなんかね、やること増えるとね、もうなんかどうやろうかなって、俺本当に今ちょっとなんかそうどんどん増えていってるんで今、はい、ちょっとそろそろなんかうまいことやらんと、はい、俺大丈夫かなって最近思い始めてる。広げすぎやみたいな。いやいや本当に本当に本当にやばいなと思ってるんですけどね。そうですね、どっかでね整理しないとね。そう、来週もね、そのまあ、ライブ配信をしに東京まで行くんですよ、はい、靖国神社で、うん、
あのワープロジェクト大使っていうのは、まあ、僕が最近お手伝いしてる団体なんですけど、まあ聖徳太子のね、和をもってたっとしとなすっていう精神を世界に広げていこうって言って頑張ってはる、あの団体さんなんですけど、で主にやってはる活動としては神社とかお寺とか教会とかそういうところで、あの書家の人が、はい、あの記号って言って書道パフォーマンスをやるっていうのをやって奉納するっていうのをずっと4年間ずっとやってきて、で今回その平世界平和で9月21日に、あの4年前からあの全国の五穀神社、あの愛知県五穀神社とか大阪五穀神社とか、その五穀神社でずっとやってきたんですけど、ある意味その五穀神社の総本山である靖国神社でなんとやらせてもらうことになって、でもそれすごいですね。いやすごいですよ、本当に靖国神社普通やらせてくれないんですよ、でそれが今回やらせてもらえるということで、でそれをライブ配信しに行くというすごい大役を仰せつかりまして、ちょっとドキドキしてるんですけど本当にちゃんとできへんかったらどうしようかな、ドキドキしてるんですけどそれはもうその、祭典とか式というか、いやもうね、あのだからね、まあ、コロナでしょ、はい、だから客も入れられへんし、その、まあ、本当に記号して奉納するというところだけですね。で、あの靖国神社もあの何かとこう左メディアとかにものすごい言われるんで、あんまりこうね尖ったことできないっていうこともあって、ね、あのイベント的にはしてほしくないというのが向こうの意向で、一応代表挨拶ということで代表者が、あの宮本代表という人が、あの趣旨だけはお話しされますけど、あんまりイベント的にはやらないようにして、まあ、でもそれを込みで配信する感じですね。でもそれはあれですね、一発勝負、一発勝負ですよ。そうですよね、まあ、大体流れはねあれですけど、まあ、あの全部一応通りますから、あの抑えるんで、あの最後まずかったらもう一回、あの、何編集し直して、あのもう一回上げ直すとかっていうのはできんことはないですけどね。でも怖いですね。怖いっすね。怖いっすよ。もう生ほど怖いもんないっすか。練習できないですもんね。いやもう全くできない。いやまあ一応できるんですけど、でもやったからって言ってね、その場に行って、ああそうかそうかそうか。その場のシチュエーションでやるんでなかったらあんまり意味ないんですよ、実は。そうです。同じことしてもらってもあれ、ね。そう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 。だって言うたら変な話、どっから電波が飛んでるか分かんないじゃないですか。ああ。だから自分こっち側がテザリングで、あのね、ネットに上げようとしてても、それ妨害する電波とか出てたら終わりですから、それ僕らもうさすがに東京までいちいちそれの確認にはいけない。いやもう何が起こるか分かんないですから、ドキドキしてます。いやもう気をつけてやってください、はい、あ、それは見れるんですか。あ、もちろんもちろん、あのライブ配信、ライブ配信、ライブ配信します、はいはい、楽しみにしててください、はいはい、頑張ります。はい、じゃあ、はい、そろそろですね、はい、呼んでますかね、はい、あゆさん、はーい、はーい、今日も、はい、来週お映ししてみる、あ、ありがたい。はい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 、ミナリのママですね。はいはい、ミナリのママで、はいはいはい、店舗からのお知らせにやってまいりました。はい、はい、明日ですね、26日土曜日にいつか見た映画の会のスペシャルとなっております。はい、はい、スペシャルです。今回はミュージカル縛りでですね、話しようかなと思っておりまして、はいはいはい、サウンドオブミュージックとララランドの2本を語り合いたいと思っておりますので、どっちも名作ですね、名作です。私サウンドオブミュージックまだ見てなくて、はい、それまでに見て予習していこうと思っておりますので、あれがなかったら童話どう、夏もどうなかったですかね。そうなんですか。そうですね、あ、それができたやつ。いや、あれ、あの映画の中で主人公が歌う歌だよ。はい、それで、あの歌が広まった、サウンドのミュージックで広がった。そうそうそう、でしかもあのね、あの、はい、日本語歌詞は、はい、あの、あの人、はい、ペギー早川がね、はい、あの、はい、童話の夏のどうとか、我もの礼とか、はい、あの本当の歌詞やったらそうは言うてない。あー、ドーナツのどうとは言うてない、言ってないですよね。言ってない、日本語ではどう、そう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 、で、あーはファイトのファーとかって言うてるのも、はい、あれはもう日本語の方の、そう、青い空とか、ラーはラッパのラ、ラッパっておかしいやろ、はい、英語で、そうですよ。で、シーは幸せよって、サンタいましょうって、あれは
あのサウンドオールブミュージック、あーそうなんですね。そうです。で、ビリー・ハイドさんがそれ の, あの日本語版歌わはったから、その時に歌詞をつけはって。なるほど。そうです。へー、実は、はい、楽しみになりました。また、はい、ぜひ見てみてください。はい、はい、で、はい、費用の方が1000円となっておりまして、はい、軽食は今回はついておりません。はい、はい、なので食べてきてください、はい、か、あと、まあ、持ち込みも、持ち込み軽くだったら持ってきてもらってもいいし、お店にも置いてます。売ってます。売ってます。はい、はい、軽くてもその例えばバナナやったら OK です。OK、 バナナはダメだけ分からないけど、いいんじゃないよね。軽食も売ってますので、はい、ご購入していただいたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。ポテチはいいですか、とかなんかそういうの。はい。はい、はい、お時間が15時からとなっておりますので、ぜひぜひお越しください。で、その翌週が、28日月曜日がチームラッシュ、はいはい、29日の火曜日がなんかやろうよ大人の放課後。チームラッシュは走る会で、なんかやろうよ大人の放課後は語る会となっておりますので、こちら両方とも、参加費無料となっております。ドリンクのオーダーをしてもらえればOK になっておりますので、よろしくお願いいたします。 OK なら意味が悪いな。大丈夫、突然出てる。英語言っとこう。ドリンクは購入です。はい、購入、はい、OK じゃないです。 OK って、はい、購入です。購入お願いいたします。はい、はい、終わりました。入ります。でカレー、はい、先週ね、カレー食べれなくて、で、その次の日にカレーパン食べました。 お前のカレー愛はカレーパンで終わる愛なのか。カレーが食べれなかったんです。いやだけどカレーが食べたくて仕方なくて、もうカレーパンに収まりました。分かった、後でもうゆっくりあのカレーの話もう一回したんから。あ、じゃあまたそう。口の中カレーの味になるような、はい、もう絶対カレーやってなくて、はい、カレーについて、カレーについて、カレーについて語るからやったの。イベントで、さよなら。はい、はい、じゃあ高橋さん、はい、はい、はい、こんばんまで、はい、選手コーナー名言う忘れました。シネマ2ユーのコーナーまあ選手ね、なんかいきなり歌ったからね、忘れましたけど、はい、今日はあの前回、一度も打ってませんの時にですね、桃井川さんの話させてもらいました、はいはいはい、その時紹介しようと思ったんですけど、はい、監督に止められましたんで今週になりました。で、その代わりキーワードは今日は片岡芳雄ってね。ねえ、そうなんですよね。片岡文庫で赤川次郎さんと、流行りましたけども、でも僕ら世代はもうね、はい、すごい。でも81歳今年ね。ああ、もうそうなるか、はいはい。で、片岡芳雄の、作品で映画化になったのは5本あります。うん、その中から今日は2本選んでまいりました。はい、だから桃井かおりさんが出てるということで、はい、これですかね、はい、メインテーマですね。こうしたメインテーマ。これね、もうあの大阪も出てきます。だからあの、はい、駅前ビルのとこでもロケされましたしね。スマもね、ロペで登っていく、その好きな人のところに行くんですけど、うんうんうん、ね、あのロープウェイでの裏に妻の裏に家があったかなと思いながら見てましたけどね。はい、これだから、まあ、この野村宏のマジシャンと一緒に、まあ、旅をするというかね、沖縄に向かって旅をするという作品です。これはあの登場人物の名前がですね、島の名前であったりとか地名の名前です。なるほど。これ薬師丸ひろ子さん主演ですけど、小笠原しぶきですね。で、野村宏信が大東島健すごいな、はい、で、ね、あとね、お前、その好きになる財津和夫さんがお前崎さん。あといろいろね、千歳とか伊勢とか出てきます、はいはい、そんな見ていただきたいと思います。これね、あの野村宏信がデビューした作品でございます。はいはい、はい、これね、ちゃんとシナリオ版でございますから勉強していただきたいと思います。ちなみにボビーに首ったけっていう作品でも、はい、野村宏信は声優でデビューした。そうです、はい、ボビーに首ったけですね、はい、はいはいはい、でございます。で、まあ、スローな武器にしてくれとかもね、はい、ありましたし、ね、家族映画でないので湾岸道路というのがありました。樋口かな子さんでございますけどね、懐かしいでございます。はい、はい、ここで実はメインテーマは、はい、1から3まであります。はい、はい、それで本は見てください、はい、でもう1本はですね、はい、はい、本当はね、あの愛情物語しておりますけど、はいはいはい、お姉ちゃんの方ですね、原田喜和子さんが出てます、はいはい、彼のオートマイ彼女の島でございます、はい、これも片岡芳雄さんの、ね、はい、作品で、監督が大林、先ほどの作品は森田芳光さんで、そうですね、今回、この作品は大林のみ子さんね、はい、お亡くなりになりましたけどもね、尾、ね、道三部作とか作りましたけど、これもまあ一応瀬戸内の島で撮ってる作品で、片越もそんなに車乗らないはずですかね、あの人ね、車とか乗らないんだけど、
我々バイクとか出てくる作品で、これ原田清子デビュー作ですけども、ヌードからスタートするっていうね、そしてもう一人竹内力さんのデビュー作で、おお、そうか、あるということで、はいはいはい、なんですよ。でこれにはね、いろいろね、あの渡辺どり子さんとかも出てまして、で大林信彦さんなので、時かけのメンバーがね、時をかける少女のメンバーも出てるということでございます。そうですね。はい、これも実は本の方は2もあります。はい、あの映画化に、映画がヒットしたら2を作るつもりで片越しは作ってたみたいな。なるほど、はい、であの発売はしておりますけども、はいはい、映画にはなっておりません。なるほど、はい、でこれが、主題歌がですね、もちろん、はい、原田清子が歌ってるというレコードでございます。貴重版でございますよ。はい、一枚だけでございますと、はい、聞いていただきたいと思います。バリバリの原田清子ファンです。はい、はい、ね、角川春樹も今回10月にね、はい、目を尽くし料理長ですかね、はい、作りまして、はい、野村弘も渡辺典子も薬師丸ひろ子さんも出るということで、なぜか原田智が出ないということでございますので、はい、お楽しみになってください。はい、はい、夏ではないですけど、夏まだ暑いんでね、ちょっと夏向きの映画をご紹介させていただきました。片岡芳雄といえば夏って感じですからね。そうですね、はい、でミステリーといえば赤が、あ、そうです、赤が、はい、鈴木秀人さんですかね、はい、あの、はい、あの人の、鈴木秀人さんがよかったの、エイジンかな、あの、あの人の画像と片岡芳雄が合うんですよね。はい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 、はい、あとハートカクテルとかもあります。渡先生、渡先生、そうです、はい、80年代でございます。ありがとうございました。はい、はいはい、この年代は80年代、90年代の話はちょっと火ついた止まれへん。90はちょっとね、あれですけどね、ペギー葉山さん50年代ぐらいですかね50年、60年代ですね。いやだってサウンドオブミュージック自体が古いやん。そうですね、ペギー葉山さんがコメントさん出てたんですね。あ、そうですよ、そうです、前のね、前の一番古いやつね、大場久美子じゃない方の、そうです、はいはいはい、大丈夫ですから、あの大場久美子のコメントさんも分からへんコメントさんが分からへん、コメントさんが分からない日本人、はい、そうです。あのね、なんて言ったらいいかな日本版メリーポピンズみたいな感じ、あ、お手伝いさんが魔法使いみたいな、うん、日本版に直さないとね、コメントさんの本当は通じるのいやいやいや、だって分かれへんのそっちの分かる。でもメリーポピンズは分かるでしょ、うん、はい、役者やっててメリーポピンズ知らんかったら俺ほんま芝こうかなと思うけど芝っていい？やだコメントさんもね、やっぱり演技の勉強なんか分かります、ね、あ、大根演技言ってしまいましたはい、あの、まあ、大英テレビがやってるやつですね、はいはいはい、まあ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 、そんなこともありますが、はい、ということでですね、今日が 25ですね、はい、金曜日ですね、はい、じゃあ25でもう本当に9月終わっちゃいますね。終わりですね、終わっちゃいますね、はい、はい、来週というか次回の、配信がもう10月ですもんね。10月、いやもう早い、本当先週も言ってましたけど、はい、本当あっという間です。もうだからもうぼーっとしてたら本当に何もかもさっさと通り過ぎていくみたいな感じなんで、そうですね、もう何でしょう、もう目標を定めてしっかりやることやるしかないですよね。そうですね、はい、もうバタバタしてますけども、皆さんコロナの中でも、しっかりとですね、いろいろなことやっていっていただければなと思います。はい、次回もじゃあな、な、次回もカレーの話次回カレーがいいですかいや今週で一周飛ばしてるからさ、ね、まあ、ちょっとまたいろいろ考えておきます、はいはい、それでは皆さんどうもありがとうございました。